イケメン大家の面白日記、詐欺のリフォーム屋さん、貸し店舗も管理しています。6ヶ月ぐらい空室でした。問い合わせがあり契約した人はリフォームの多い工務店でした。契約条件は入居する代わりに自分が店舗のリフォームをするということでした。権利金がリフォーム代と相殺されることでした。入居した後も家賃を払わず雨漏りするので修繕代を出してほしいと言ってきました。最終はその工務店さんは家賃を払うことなく退出しました。後で詐欺だと気づきました。皆さんもお気をつけください。空室だと焦る気持ちはあります。そこにつけ込まれる弱点ができます。いい勉強になりました。この話が面白いと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回もよろしくお願いします。